チ君。びっくりした？え？びっくりしたみたいだね。当たり前でしょ。怒ったのかい？びっくりさせるのは僕の趣味なんだ。さっきね、修一君のお父さん路地で見かけたよ。片つむりのからじーっとビデオで撮ってた。よかった。男のお母さんなんて嫌だ。そんなのんきなことしてたらさ。わっ、うん、びっくりした。まったくあいつはこれだからね。ただひたすら渦巻きに見入っているんだ。今はお袋の方が心配だ。お袋にはまだ行ってないんだけど、初七日が済んで。あれ、あれ、お父さん！渦巻きねー。